重連運転。重連運転とは、鉄道において2両以上の機関車を連結して、列車を運転することを言う。目的はのために行われる。重連時に補助する役割を担う機関車のことは、補助機関車、補機、補助される側、メインの側の機関車のことは、本務機関車、本無機と呼ぶ。一般的に重連は2両の機関車で行われるために、重連とも呼ばれる。 牽引力が不足する等の理由により3両の機関車が使用される場合は30連と呼ぶ。蒸気機関車のような片運転台の機関車2両を背中合わせにした10連は反抗10連と呼ぶ。普通は最前部に一括連結して運転することが多いが運用上の都合や機動施設の対荷重の関係で最前部と最後尾に分けて連結される場合はプッシュプルまたは 毎引き後押しと呼ばれる。協調運転を行う関係上、使用する機関車同士の走行特性が揃っていることが望ましい。そのため、重連運転で使用する補助機関車は本務機関車と同形式であることが多いが、路線や車両運行の都合上、異様式あるいは異車種による重連運転もしばしば見られる。蒸気機関車時代は、 機関車単体の牽引力が小さいため、重連運転が頻繁に見られたが、最近は、機関車の性能向上や、線路改良による、急勾配区間の減少で減りつつある。勾配線区で使用される電気機関車やディーゼル、機関車には、重連運転を前提として、一両の運転台から、自社のみならず、他の機関車も一括制御できる、機能、重連総括制御装置を持つものがあり、 運転コストの削減に寄与している。また、長大編成の貨物列車において、編成中間にも機関車を組み込み、無線操縦する例も、アメリカなどで見られる。総括運転機能のない機関車を10連運転する場合は、各機関車に運転士が乗り込む必要があるが、機笛などの合図により一斉操作するといった手法で、協調運転される。 1838年完成のロンドンバーミンガム鉄道では、エドワード・バリーがマネージャーを役員として迎えられ、1941年までに、バリーが設計した蒸気機関車が最重要路線に導入された。しかし、バリーの設計した蒸気機関車は小型で牽引力が不足していたため、常に10連運転、時に30連、または4連を強いられていた。 グレートウェスタン鉄道にグーチの設計した機関車が導入されるとバリーの機関車は批判の対象となり1946年のグランドジャイクション鉄道との統合後にバリーは退職に追い込まれた。平地が少なく山がちな日本の鉄道では急行バイク間が多いため10連運転はごく普通に見られた。1987年の国鉄分割民営会構は 貨物列車を運転する日本貨物鉄道 JR 貨物が旅客鉄道会社に支払う線路使用料を削減するため従来10連で使用していた機関車の置換用同軸数の多い一両の機関車あ500系あ200系あ800系で行うことが多くなっている旅客鉄道会社 JR グループにおいては牽引すべき客車列車がほぼ絶滅している 定期列車では、北都西が、函館札幌間、函館本線、室蘭本線、千歳線経由の運転で2015年3月に行われたのが後となった。現在では、臨時列車、カシオペア機構、その他、イベント列車などとして運転されるのみである。電場運転とは、電気機関車と蒸気機関車を従連で使用して、列車を運転すること。 電から無視運転と表記されることもある。大正時代、電気機関車の導入開始当初は、故障が多く信頼性が低かったことから、対策として、この運転方法が採用されていたことがあった。この場合、列車の前方に電気機関車を連結し、後方に補機として、蒸気機関車を連結して、運転を行った。戦後の混乱した一時期に、飯田線で、 電情運転の事例がある。1957年9月5日から千山線で営業運転による試験を開始した ED45 型を講師とする交流電気機関車は、客車の蒸気暖房用供給装置がなく当機は専用の暖房車を必要としたが、この暖房車確保が間に合わなかったことから、仙台及び小琴の C58 型が代替暖房車として、 動力車としては使用せずしばしば連結された。ところが、初期の交流電気機関車は、水銀整流機を由来とする故障が絶えなかったため、その際に C58 型が動力車となって救援して、運行を続けることがしばしば見られた。昭和30年代から40年代中盤にかけて、主要路線において電化が進展したが、工事完了後から開業直前にかけて、試運転。 乗務員訓練、点検などを行うために、電場運転が複数回行われた。イベント列車でも電場運転が行われており、1990年代には、パレオエクスプレスの無式部長寺や、SL オクトネ号などで、2000年代には、SL&L コマコ号、ループ線干渉号、SL&L ホワイトクリスマスや、パレオエクスプレスの無式部長寺などの事例がある。この 大井川鉄道の SL 急行も客車の両数や蒸気機関車の状態によって電柱運ぶが行われることもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。